茶柱がやばい。見えます？これ映ってるよね。この点々全部ゆすりかですよ。やばすぎる。こんなドブ川沿いは歩くもんじゃない。これで収穫何にもなかったら発狂。ありがとう、君を探していた。虫引きって動画に使ったことなかったよね。よかったな、君が虫引きの一発目だ。あ、逃げた。はい、皆さんこんにちは、ポッカメです。先日おかげさまでチャンネル登録100人に到達しました。本当にありがとうございます。まあそれはそれとして、今回はこの子です。この生き物何だと思いますか？まあ何の仲間かは分かりますよね。そう、ハエとかアブの仲間ですよね。なんとなくシャープで強そうな見た目ですね。実際こいつめちゃくちゃ強い昆虫です。自分よりも大きな昆虫を飼ってしまうこともあるという肉食性の昆虫、虫引きアブの仲間ですね。これはサキグロムシヒキだと思います。サキグロムシヒキ、先が黒い虫引きアブですね。先が黒いっていうのはこの腹部の先端、つまりお尻が黒いっていうことですね。お尻以外は全体的に薄い黄色っぽい色をしてます。足は黒いですね。北海道から九州に分布していて、こういう河原とか公園とか街の中にあるちょっとした草むらなんかで普通に見られる種類です。虫引きアブの仲間は蝶とか甲虫とか他のアブとか、まあ何でも虫を飼って食うんでね、街の中でも見られる種類が結構多いです。幼虫も土の中で他の幼虫なんかを食べてると言われてます。こうやって草とか枝とか、なんか棒状の人工物とか、そういうもののちょっと高いところに止まって獲物を探している姿をよく見ますね。獲物を見つけるとすごいスピードで追いかけて、なんと飛んでる昆虫を空中で捕まえてしまいます。すごくないですか？つまり飛んでる獲物との距離をちゃんと把握して追いついて器用にキャッチ、そして獲物を抱えたまま食事をする場所まで持っていくという、まあとんでもない能力を持っているということですね。この子こう見えてとんでもないハイスペックということです。いやー、すごい生き物ですよね。かっこいいというか、もはやリスペクトとか言って捕まえるやつ。でっかいです。25はありますね。これ道歩いてて猛スピードで飛んできたりするとめちゃくちゃビビる。そういう経験皆さんもあるんじゃないでしょうか。正面顔、足には毛がたくさん生えてますね。これは一回捕まったらもう逃げ出しづらそうですね。そして口を獲物に突き刺して体液を吸い尽くしてしまうというわけです。いやー、恐ろしいね。目もいいんだろうな。見られていますね。お腹側です。こう見ると足が太い。お腹がピクピクと動いてますね。上から見ても前から見ても下から見てもこの目、複眼が見えてますね。この目の大きさすごいし、こんだけの視覚の情報をちゃんと処理できてるのもすごいと思う。一体どういう風に世界が見えてるんでしょうかね。この胸の厚さ、マッチョ感やばくない？ものすごいスピードで飛べますからね。多分中にすごい筋肉詰まってますよ。ちなみにこの羽の下のとこにある変なお玉みたいな形のやつ、これ何か分かりますかね。これは後肢、つまり後ろ羽が退化して変化した平筋根というものですね。ハエ目の昆虫、要はハエとか蚊って他の昆虫とは違って羽が2枚しかないんですよね。後ろ羽がこの平筋根になっているというわけです。平筋根は別に役割を失ってしまったただの痕跡というわけではなく、どうやら飛翔には必要な器官のようです。ハエといったら嫌われ者のイメージですけど、羽を一対失った上で進化多様化してね、今この地球上に大繁栄を遂げている非常に面白い昆虫ですよね。はい、というわけで今回は昆虫界屈指のハンターサキグロムシヒキを観察しました。身近にいるありきたりな生き物でも実はものすごい能力を秘めてるんですね。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。